気分はどうだ。ああ、こいつすげえよ。もうどうしようもないってくらい体に力がみなぎってる感じ。なあ、早くやらせろよ。いい子だ。やりすぎちまったか。くそ、あの女、こうなりゃやるかやられるかだ。なんか呼んだ。一体どうなっている？なぜ突入しない？なんだ君たちは。インターポールのチュンリーです。現在のパーク内の状況を聞きたい。手短にお願い。現在重火器で武装した男たちがパーク内に立てこもっています。客の大半は避難しましたが、まだかなりの人数が内部に取り残されています。特殊部隊の出動要請は？それが本部から手を出すなと。どういうことだ？立てこもっている男たちは元 SIN の社員らしく、 SIN の意向で彼ら自身で肩をつけると。我々には介入できない事情があるんだ。察してほしい。パーク内から凄まじい気を感じる。 SIN、 我々の勘は的中していたようだな。
お前らそこ動くんじゃねえぞ。少しでも動いてはみつ。くそ、一体どうなってやがる。他の連中はまさか。大丈夫か。あの化け物女は何があった。あの女を始末したのか。大人気だな私。あんたも消えちゃいな。痛くしないから。そんなおもちゃじゃ物足りないんだよね。もっと楽しませろよな。この化け物め、それ以上近づくと人質をぶっ殺す。はあ、なんだそれ。好きにすれば。っていうかもう終わりにしね。ちょっと待って。おい、落ち着け。やめて。なんて凄まじい気だ。この気はやはり。中へ急ぎましょう。なんてことだ。逃げ遅れた客たちが。チュンリー、俺とキャミーで怪我人を救助する。お前は先を急いでくれ。すぐに追いかける。分かったわ。チュンリー、気をつけろ。この左目、これほどの力だとはさ。SIN の機密は誰にも渡さない。もちろんその小型風水エンジンのこともお願いだ。見逃してくれ。俺は死にたくない。私が一番ゾクゾクするのはさ、目の前で誰かがくたばるときさ。おやすみ。待ちなさい。もう終わった。後片付けよろしくね。あなた何者。雑魚に用はねえんだよ。それとも私と遊ぶ。この目さ、お試し期間中なんだ。だからあんたと遊んでる時間あんましねえんだよ。少しはやる雑魚ってわけか。